重いクラッチで手がつりそうになっちまうぜという皆様、はい、このオートバイも最初はこの初期の出荷状態っていうんですかね、要は何もやってこやんなきゃダメ、うん、すんごい重い、すっごい重い。まあもちろんね、世の中にはクラッチの重いバイクっていうのはいっぱいあります。はい、特に古いバイクではなんじゃこりゃっていうね、うん、重さのオートバイというのはあります。はい、特にねイタリア人は重いクラッチが好きなようで、ね、重くなかったらクラッチレバーじゃねえよっていうあれなんですかね、こんな重いクラッチをさぞ軽いものかのように操作するのが男だよっていうことなんですかね。ボンジョルノ、ね、すごいですよね。私はね、あれこれはいいな、位置悪くない、うん、でもこの位置で、あ、なんかこれはねそんなに悪い位置になってないですね、うん、悪い位置って何ですかね、工具が向こうにあった、丸い位置と悪くない位置ってあるんですか、位置に正しいとか正しくないとかあるんですか、そこで調整だけしていけるかな、ここもね向きがあるんですよ、さりげなくちょっと角度が、ね、ついてる場合があるんですよね、それだと重いんですよ、やたらとね、当たり前だけど、あ、こんなもんですね、これは レバーの位置はね悪くないですね、はい、うん、これはこのままでいいでしょ、触らなくていいです、それでその代わりじゃないです、その代わりじゃなくてグリスなどってよく、いやこの辺にグリス塗っとけばね、うん、いいんじゃないかななんて勝手に思ってね、そうですね、グリス塗ったくって何様のつもりだ、本当外して一回外してグリス入れた方がいいような気がするんですけど、そしてあんまりカチャカチャ言わないでしょ、言いますねでこっちの方で足に少しだけ調整してあげる、手元でね、重いな、これ位置決めされてないんですかね、いつも思うんで特に位置決めはされていないような気がする、うん、微妙にこの位置が違う、その車両によって、うん、そんな気がいたします、はい、なのでこの辺をちょろっとやって、ね、そしてこれは閉めると、このゴムはねやっぱり硬いんで、ちょっと塗って、外が雨なもので、しかも今日はだいぶ寒い、11月の陽気だということで寒いので、サッシをね閉めて作業を、雨風をしのぎながらやらせていただいてますので、ちょっとですねやっぱ狭い、ああ狭い、もっと広いところに、ダメですよね、広ければ広いでね無駄にスペースを使ってしまいますから ね、はい、ね、こんな感じで重いな、こんな重かったかな、握力鍛えるために乗ってるんじゃないんだから、握力鍛えたいって方で、でも左の握力しか鍛えられないんですよ、右はねブレーキだからね、
まったくね、なんでこんなに重いかな。さて、バッテリーは、バッテリー充電終わりましたね、はい、そしたらつけますか。これ湯浅ですね。湯浅と古川があるんですよ、ね、この車両ですよ、この車両です。バッテリーメーカーの湯浅と古川があるんですよね。他にもあるでしょって言われちゃいそう。ありがたいことにね、こうやって何台もいろいろ見てると違いがいろいろね。あ、そう、昨日それでハンターカブのね、はい、お客様がお見えになりまして、でオイル交換をしてほしいということ でオイルをね、自分で購入したオイルをね、うん、持ってこられて、これにしてほしいっていうんでね、はい、で息子さんが後ろに乗ってて、かわいい息子さん、かわいいです。何年生と、あ、そう、何年生ですかって言ったら、4年生。あ、4年生。ね、小学校ですね、4年生。いいっすね。これから楽しいことがいっぱいね、待ってるんだろうなって、おじさんは思います。ですよね。小学校4年生とかそういう時には、皆さんはどうでしたかね。何も考えてなかった気がするな。何考えてたかな。何考えてたの4年生の時。あ、そういえば初恋は4年生の時でしたとかね。あの何々ちゃんは今どうしてるかな、ね、さて、そうだね、4年生でもないし、何もしてなかったです。小学校4年生っていうと10歳ぐらいですよね。79年というとガンダムが放映された日ですよ、時ですよね。そっか。で、視聴率取れなくて終わったんですよね。さらっとなんか問題的なこと言ってますね。皆さんはどんな、ね、幼少期を送られていましたでしょうか。いいね、何考えてんだろうな、小さい時って目に映るの、ね、あ、それでね、店長ちょっと繋いでたんで、帰ってきたばっかだったんで、はい、昨日配達行って、それであと1台これね、引き取って戻ってきたので、で外にね、繋いでおいたんですよ、うん、したらそう、お子さんがうちの店長をかまって、はい、ただうちの店長ですね、子供はそんなに好きじゃないみたいなんてこと言うんだね。子供はね、そんなにね、好きじゃないみたいなんですよ、不思議なことにね、うん、なんでですかね。やっぱりちょっとこう予想もつかないようなことをするからですかね、子供はね、うん、なんとも言えないですけど、そんな雰囲気を私は感じるんですけど、そんなことないの、好きなのかな、うん、だって親戚のこの子供もね、いろいろとやっぱりこうやるけど、あんまりうちの店長はそんなことにね。で、何おもむろにバッテリーを取り出したかというと、うちのキャプチャー、台車で使用しているキャプチャーがバッテリーが上がっちゃった。もうしばらく使ってなかった。で、だから借りる方がいなかったってことですよ。で、この間ね、そのお貸しするのに、バッテリー上がってるよと思って、ああ、じゃあ付け替えようと思って、新しいやつないかなと思ったら、在庫してなかったんですね。で、なんか使えるバッテリーないかなと思ったら、YTX7ABS どこにもなくて、そう。ああ、もうダメだなと思って、で、キックが付いてるんで、ちょっとキックで、つって。キャブ車だからね。キャブ車はまあいいとして、なんか指導性があんまり良くない。私かけといたから、まあかかりますけど、でもそんなにキックに対して、あれはない、なんか、大丈夫です。すいませんね、本当にね。キックで、ね、すいません、ね。だから、とりあえずこの、スクーターはちゃんとバッテリーを入れて、うん、ちゃんとしておきますからね。次借りると、あ、ここでやんな方がいいですかね。締め切ったとこで、
桐生さんなんか入れない方がいいですよね。でも外に出せないし、何振ってるかな。なぜ無計画にいきなりおもむろにね、こう入れちゃうのか。怒られますよ、ね、こんなの。何やってんだ。さて、このね、このレバーはちょっと高い位置にあるような気がするので、後付けをちょっと少し下げておきます。はい。毎回なんですけど、ここ最近は下げるようにしてます。ね。ちょっとだけね、下げて。で、あとですね、ここのブレーキスイッチの針金でこうペッ、こうなってるね、スプリング、一回だけこう回って、スプリングじゃないんですけど、これがついてるんですが、これがですね、何にも塗ってない無垢の針金なんですよ。だから、すぐ錆びますね。はい。これはね、私、納車させていただいた車両をね、後から見る、ね、見るにつき、みんな錆びてる。これが、いやいや、ダメですよ、これ。錆びちゃってるの良くないですね。これ耐水性のあるシリコングリスメールのとこ。本当に錆びてるんですよ。いや錆びてんなと思って、よそ様の、ね、納車した後のでね、うん、ちょっと見ながら、あ錆びてると、まずいですよね。あちょっとまずいな、まずいな、これ桐生さんすごいな、感じる、桐生さんの酸を感じる。違うのか、なんですか、桐生さんはなんとかですと言われちゃう、わかんないですけど、締め切ってるから危ない、外に出そう。桐生さん危ない、何をやってるんだ、危ないよ。どうしたらいい、どうしたらいい、これ。扉開けて、せめて扉開けて外の温度とかね。はい、グリスを塗りましたよ。ブレーキスイッチこれじゃ絶対つかないから、大丈夫ですね。スイッチ、バッテリーつないだスイッチオン。左がついてる？右は？大丈夫。あ、大丈夫。さて、ここまでは OK ですね。そしたらですね、まあ、これ、あ、これ珍しいな。グリスがここからはみ出していない。なんで？なんでだろう。大抵はみ出してんだけどな、グリス。これはみ出してないじゃん。あ、あとね、もうね、タコメダケーブルの通してるあれが、これもみんなどれもなんか、みんな違う、みんなっていうか違うんですよね、微妙にね、うん、そういうところがちょっとね、そしたらミッションオイル変えますか。おもむろにエンジンはかけずにそのままミッションオイル変えて、どうしてミッションオイルを変えるのかね、なんで変えるんですかね。わかんないですね。新車のミッションオイル変える理由がわかんない。次はミッションオイルの交換をするわけでございます。ボルトがですね、21ミリという大きなボルトを使ってるんですけど、ね、あんまり、まあ工具はね、必然的にちょっと大きくなってきますから、緩めるときは簡単にパッと緩むんですね。で締めるときは、まあ、ワッシャー入れるんでね、潰れる感覚のところでやめとくとそんな感じ。今失敗しましたね、私。こちらですよね、外したやつね。そして入れ替えるね、これですね。でワッシャーを、アルミのワッシャーにしてます。はい、で、使用するオイルはいわゆる、この 20W50 ね、はい、オイル、これがね、いいんですよ、うん、実はね、ですよね。
15W50 とかね、20W50 とか、こういうオイルの方が、渋くならなくていいんですよね、ミッションがね。ミッションが渋くなる。表現だけだとなんかあれですね。ミッションの入りとか、これ変速するときのね、その時にこうなんとなくこう渋い感じするじゃないですか。ありますよね。それがなくなるんですよね。だから非常に快適。もちろん、長い、いわゆる、燃費がどうとかそういうことを考えると、まあ、これ未勝利なんでね、ちょっとあれかもしれませんが、まあ、気持ちね、燃費がっていうことがあるかもしれませんが、うん、だから燃費にこだわる人、ね、はい、そういう方はね、PCX とか、純正オイルじゃないと燃費が落ちるらしいですよ。本当ですか？わかんないけど。ね、そんな話は聞いたことありますけどね。私は、もう、うちはね、ほら、うちにあるオイルしか使わないので、てか、ないんでね、うん。いろんなオイル置いとけないですから。純正オイルとかね。PCX だったら E1 入れますよね。おそらくね。GX とかは入れないと思うんですけど。低摩擦オイルを入れた方がね、燃費は絶対いいはずですよね。だってね、オイルだといろんな種類置いといたら、しょっちゅうね、オイル交換ね、人が来てっていうんだったらいいですけど、基本的に納車整備ですよ、ほとんど、うちのオイルは。ああ、うちのオイル交換っていうか、オイル交換っていうか、オイル使うのほとんど納車整備ですね。お客さんが来て入れ替える、まあ、スクーターのオイル、スクーターに入れてる安いオイル、すごいですね、スクーターに入れてる安いオイルなんでね、一番安いオイル、あれはまあ、ほとんどがお客様が入れるオイルって感じですけど、他のオイルはもう納車整備の時のに使ってるオイルですね、ほとんどね。モチュールもそうですね。比率から言ったらやっぱりそうですね。あとガルフの 15W50 ってやつもそうですよね。本当はね、普通にオイル交換して、お金いただければね、それが一番いいんですけど、うちの場合はあんまりオイル交換にはね、閉めました。そしてこんな長い工具、こんな大きい工具いらないんですけど、こういうのになっちゃうんですよね。感覚がわからないです。閉めた時の潰れる感覚が通り越して、あっという間にトルクが大きすぎて、はい、さあ、そしたらね、これはとりあえず、はい、ね、どうなんですかね。なんかあんまり変わんないような気がするんですけど、振った感じね。違うもんね、絶対に。鈴木純正オイル、飴色ですよね。色あんま変わんないです。鈴木純正でも 10W40 だと思うんですよ。ですから取説には 10W40 って書いてあるので、それを使ってるんじゃないかと思うね。鈴木の、なんですか、エクスターオイルですかね。最初の頃はうちは変えてなかったので、ミッションオイルなんでね、うん、純正のオイルで。どうなんですかね、やっぱり渋いとかね、ギアが入りづらいとか、そういう話はね、やっぱりありますから。ねじ込み式じゃないのね、ボコって入れたゴムなんですよね。さて、ミッションオイルも交換しました。はい、なので、普段はエンジンかけてね、ミッションちょっとオイル回してから抜いてやってるんですけど、試しにね、先にオイル抜いてから、うん、っていう感じ でちょっとエンジンをかけて、そして、あとリアアクスルボルトとかね、うん、やったりとか、まだありますが、はい、こういう緩みがどうのこうのとかね、やっぱこうあるみたいなんでね、一応ね、新車でね、そしたらこれはあれですよ、お店の方でやるわけですよ、こういうのね、はい。さあ、そんな感じでやらってみましたが、いかがでしたでしょうか。はい、うちはこれ横のボルト本来は開けてね、水平にして、こうそこからちょっと出てちょうど出るか出ないかぐらいでいいんですよね。それ規定量まで入ってますっていうことなんですが、一応抜いてですね、抜いて規定量だけ入れると、うん、で次回からまた抜いてまた規定量入れれば同じでしょ。
そこから先は別に増えたり減ったりしないと思うので、だからそういうやり方でいいのかな、うん、あの無理してね、こう測って、これの場合ですよ、まあ、微妙にもしかしたら違う、多少はね、あるかもしれないんですが、うん、まあ、そこ開けると、結局、ワッシャーをね、やはり交換だとか、触らなければそこから盛ることはないので、はい、ここから、このね、チェックボルトっていうんですかね、ここにあるんですけど、うん、なんで、これでいいのかな、思ったりしますけどね、うん、どうですか、ダメですかね、難しいね、わかんないですかね。まあ、そんな感じで、店長武蔵チャンネルはこんな感じでやらせていただいております。はい。皆様からのコメント等ありましたらよろしくお願いいたします。失礼します。全集中。バイク屋の呼吸1の方、オイル注入。集中しないとね、ダメですよ。これね、普通になんか注ぎ口つけて入れればいいだろうって。それじゃあ、集中しないと。はい。ね。これね、こう入れるじゃないですか。で、集中してないとね、そこで勢いで、もう少し早く入れようなんて、やった瞬間に、空気がね、入らなくて、ボワッと、ダッ、バッ、大変ですよ。はい。呼吸が乱れたら終わりです。